まあ、平べったくね、平べったく均一になる。はい、わし、お兄さんだーということでですね、今日はですね、なんとですよ、レンジでめちゃめちゃ簡単に、めちゃめちゃ美味しい水菜漬けが、あっという間にできる、そんなね、裏技レシピをご紹介していきたいと思います。水菜漬けといえばですね、このもっちりしたこのウイローみたいなあの、もちもちの食感に、この美味しい、このですね、小豆ですよね。これがですね、もう最高の組み合わせですし、やっぱりですね、今の時期といったら水菜漬け食べないとダメですよね。6月にはですね、やっぱり水菜漬けを食べるっていう、まあ、風習がね、京都にもありまして、こう田んぼのですね、この水田を、こう豊作を願うとか、そういった意味もある、こうめちゃめちゃこう美味しくて、こう伝統的なお菓子ですよ。それがですね、レンジで誰でも簡単に失敗せずに作れちゃう。これはですね、こう作らないともうぜひね、もったいないです。ということでですね、そんな美味しい水菜漬けの作り方、早速作っていきましょう。はい、ではですね、早速作っていこうかなと思います。まず使うのがですね、この上新粉ですね。まあスーパーで買ってきたやつですね。これを 150g 量ります。はい、で上新粉を測ったら白玉粉を 40g 量ります。で、あとは砂糖を 60g 量ります。はい、だいぶ入れすぎました。もうだいぶですね、だいぶもう 40g ぐらい入れすぎちゃいました。なのでね、こうね、気をつけて入れるようにしましょう。はい、そしたらですね、これを軽く混ぜ合わせます。こう砂糖と白玉粉とこう上新粉が一体感というかね、こう均一になるように軽くですね、こうホイッパーとかで混ぜてあげます。で、あとは水を 300g 入れます。で、あとはこれを均一に、ね、なるようにまた混ぜていきます。はい、こんな感じでダマがなくなるようにきれいに、ね、こう混ざれば OK です。はい、で、あとはですね、この水菜漬けの生地できたんですけど、これですね、全部こう今からレンジでチンするんですけど、全部ね、チンするわけじゃないんですね。あとでちょっと使わないといけないので、この生地をですね、 50g ぐらい、まあ少量ぐらいですね、ちょっとね、残しておきます。だいたい 50g ぐらい、まあだいたいでいいんですけど、それぐらいですね、ちょっと残しておきます。で、そしたらですね、こういったですね、耐熱容器のね、このなんていうんですかね、タッパーみたいなのを用意します。こう耐熱容器、まあ、あのレンジとかにかけて割れないやつですね。ガラスとかでないやつであればぶっちゃけ何でもいいですね、器は。で、そしたらこの耐熱容器にですね、こうラップを敷いていきます。このラップを敷いたところにこの生地をね、流していきます。はい、こんな感じでね、生地流しました。そしたらですね、これをですね、こうラップをかけて600ワットで4分ね、チンしていきます。こうラップはですね、ふわっとでいいです。ふわっとで、あんまりね、がっつりやる必要はないですね。ふわっとふわっとやって600ワットで4分です。はい、チンなりました。開けていきましょう。おお、結構綺麗な感じにできてますね。いい感じに、こう、なんていうんですか、こう、お餅が固まってきてますね。で、そしたら、ここで登場するのが、このスーパーで買ってきた、ゆであずきさんです。まあね、本当は甘納豆の方がいいんですけど、ちょっとね、今回スーパーに売ってなかったので、ちょっとゆであずきを使用してます。で、甘納豆がなんでいいかっていうと、こう、水分とかいらないんですね。こう、水分とかいらないので、こう、豆の固形物の方が結構綺麗に仕上がるので、甘納豆の方がいいです。まあ、ゆであずきの方が、まあ、好みですけど、まあ、もしかしたらね、こっちの方が美味しいかもしれないですけど、まあ、可能だったら甘納豆の方が、まあ、綺麗にできますね。まあ、綺麗じゃなくてもいいっていうんだったらね、ゆであずきでも、結構ね、美味しく作れます。まあ、今回はね、ちょっとなかったので、ゆであずきを使用します。で、これにですね、こう、甘納豆を入れていきます。めちゃめちゃ美味しそうですね。で、水分はほんといらないので、結構ね、こう豆の部分だけをね、こう選んで入れていきます。この甘納豆とかこのゆであずきは内容量がこう 200g のものを使うといいですね。これ、まあ、190g なんですけど、まあ 200g のやつを目安に、だいたい 200g を目安にするといいかな。で、汁はね、あんま入れなくていいです。ちょっとね、邪魔なので、邪魔っていうかちゃんと固まんなくなっちゃうので、水分はね、いらないです。この豆の部分だけをね、こう入れていきます。はい、こんな感じでお豆を入れました。これだけね、もう汁はありますけど、こういうのはね、入れなくていいですね。
で、そしたらこのゆであずきをですね、こう平べったくね伸ばしていきます。こう全体にね馴染むような感じでこう伸ばしていきましょう。まあ、平べったくね、平べったく均一になる方がいいかなと思います。こう、どっかだけ、こう、いっぱいもりもりっていうよりかは、全体にね、こう、平べったくやるかと、やるといい感じになります。こんな感じですかね。綺麗に平べったくなったかな？いいかな？こんな感じですかね。で、そしたらですね、ここに、さっき残した、このね、水無月の生地をですね、全体にまぶすような感じで、こう、かけていきます。だいたい全体になるような感じですね。ここでコーティングしてこうチンした時にちゃんと固まるようにこうね調整してあげます。こう全体にねかけるようにするのはやっぱねこうやって全体にかけておかないと固まらなくてこう全体にね馴染むようにかけていくといいです。はい、こんな感じですね。全体にですねこう生地がまんべんなくほらかかってるの分かりますか。こんな感じにするともうベストですね。いい感じです。はい、あとはですね、このできた生地を600ワットで3分チンしたらですね、美味しい水無月が完成してしまいますよ。お楽しみの3分を、ちょっとね、レンジでチンしながら待っていきます。はい、レンジになりました。ちょっとね、見ていきましょう。わー、めちゃめちゃ美味しそうです。結構ね、ドロドロした感じもなくて、もう綺麗に蒸し上がってますね。こう触ってみて、こう、デロデロ感がないじゃないですか。こう、手にも、こう、ベタベタしなくて。こんな感じで、いい感じにね、こう、レンジでチンになると OK です。これが、例えば水分多くて、デロデロしてたりとか、こんな感じでね、この水がちょっとビジョビジョってなってたら、これはね、もうちょっとチンしてくださいっていう合図ですね。まあこれはね、茹で小豆使ったので、まあちょっとね、こう、水分が多いと、まあこういう風になっちゃいますけど、これね、まだ柔らかいんですけど、冷めると結構締まって、ちゃんとね、しっかりした形になるので、あとは冷めたらカットして食べていきましょう。はい、じゃあですね、冷めたので開けていきまーす。よいしょ。はい、ということでですね、めちゃめちゃ美味しそうな水無月が簡単にできちゃいました。これはですね、もうめっちゃもっちりしてて、すっごい美味しそうですね。で、このゆで小豆、この小豆がですね、このすごいね、すごいなんだろうな、めっちゃ美味しそうなんですよね。ということでね、早速食べてみようかなと思います。ものすごいもっちりしてます。すごいもちもち感が半端じゃないですね。でですね、ゆであずき使ったからなんですけど、ゆであずきのシロップですよね。が、こう、なんていうんですか。まあ、いい感じにしっとりさせてくれてるんですね。ちょっと、若干水っぽくはなるんですけど、このお汁がこう固まらないので、ちょっと汁っぽくはなるんですけど、でも逆にそれがですね、こうしっとり感を際立たせて、なんでさ、口に入れた瞬間、そのゆであずきのこのお汁がですね、じゅわーってこう流れ込んでくる感じですね。それがもう逆にめっちゃ美味しいですね。ただやっぱりね、柔らかくなっちゃうので、こうなんだろうな、お汁がこうじゅわーってなりたくない人は、ぜひね、甘納豆を使ってみるといいかなと思います。綺麗にね、固まって、こうなんだろう、切った時も綺麗にね、裁断できるかななんて思います。はい、って感じで、こんな感じで、ね、今日はですね、水無月のお菓子作ってみました。めちゃめちゃ美味しいし、レンジで本当に簡単にできちゃうので、これはですね、ほんとぜひおすすめのお菓子になっておりますね。はい、っていう感じでですね、こんな感じでお菓子作ったんですけど、和菓子お兄さんお店もやってましてですね、あずきアドっていうお店もやってます。興味がある人はですね、ぜひあずきアドって検索してみてください。ぜひね、次の動画も美味しいお菓子たくさん作っていくので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンと、他の動画もちょっと見てみたりとかっていうのもね、ぜひよろしくお願いします。ということで、次回の動画もまたお願いいたします。バイバーイ。